行きます。スタミナには絶対の自信を誇る馬娘たち。このグランドマスターズロングの舞台で頂点に立つのはどの馬娘か。このレース最も人気を集めているのはゴドルフィンバルブ、1番人気です。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はファイアリーターク。さあ2番人気はこの子ラインクラフト。真っ向勝負に注目であります。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。セイウンスカとマルデンスキー、この2人が競り合う形となりました。向こう上面中間に入っていく。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴドルフィンバルブ、セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードを保てるかどうか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルデンスキー。少し離れてマヤのトップガン、さらにゴドルフィンバルブ。切り開く早ひで、外でシンボリクリスエス、そのうち並んでラインクラフト、外名勝怒涛、内でシンボリルドルフ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。前から大きく開きました。間延びした展開です。さあ先頭に立ったのはマルデンスキー、続きましたセイウンスカイ、そしてマヤのトップガン。4番手にはゴドルフィンバルブ。スペシャルウィーク5番手、1周目のスタンド前にかかっていく。2馬身離れてラインクラフト、シンボリクリスエス並んできた。後からシンボリルドルフ、少し後ろからリワカヤヒで、外を回って名勝怒涛、さらにダーレアラビアン、内でカマモクロス。一馬審査リトルココン、内を回ってハッピーミーク、その後ろからナイスネイチャー、その後ろにファイアリーターク、後方2番手にナリカブライアン、エアーシャカール。最後方からのレースになりました。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。順位を振り返っていきましょう。現在1番手はマヤのトップガン、1馬身離れてセイウンスカイ、さらにマルデンスキー、1馬身離れてゴドルフィンバルブ、その後スペシャルウィーク、さらにシンボリクリスエス、1馬身離れてラインクラフト、2馬身3馬身開いてリワカヤヒで、それを見るようにシンボリルドルフ、少し後ろから名勝怒涛、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭であります。マヤのトップガンまだ先頭をキープしています。1馬身差セイウンスカイ、1馬身離れてマルデンスキー、ゴドルフィンバルブ。4番手1馬身離れてスペシャルウィーク、その後からシンボリクリスエス、少し離れてラインクラフト。残り 1000m を通過。2馬身3馬身開いてシンボリルドルフ、少し後ろからダーレアラビア、外からリトルココン、1馬身離れてハッピーミーク、そしてファイアリーターク、内リワカヤヒで、その後から名勝怒涛、外からナイスネイチャー。第4コーナーカーブ、勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ラインクラフトを花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。残り400、最終コーナーを曲がって前輪を切ったのはラインクラフト。ラインクラフト強い、強すぎる、完全に抜け出した。ラインクラフト先頭はラインクラフト、これは強い。残り200、先頭は変わらずラインクラフト、強い強い。ラインクラフト足色は衰えない。勝ったのはラインクラフト、堂々たるレースぶりで見事栄冠を手にしました。名勝負がここに決着。勝ったのはラインクラフト、今すべての馬娘の頂点に君臨だ。2着はダーレーアラビアン、3着に入ったのはゴドルフィンバルブ。この勝利が誰かの心に残りますように。